まのっちです。よろしくお願いします。ブルーロックやっていきましょう。難易度変わらずです。今日が1次予選の、1次リーグかの3試合目ですね。はい、キューバ戦でございます。ユニフォーム変わりましたよ。どうですか？ごめん、なんかまともなのかな。なんかちょっと現実に近づけた、侍ジャパンユニフォームにはしときました。コメント読んでいきましょう。2021年2月20日、楽天対日ハムの感想。まあその試合自体は見てないですけど、マー君が、翔さんに、ホームラン打たれたっていうのは見たんですよね、その記事で。あと映像も見たんですけども、まあね、どこまでをその当てにしていいというか分かんないけども、とりあえず翔さんはなんやかんやまだなんかうまいこと調整うまく進んでんのかなという印象かな。ハッピーバースデートゥーユー。なんかユニフォーム作成何かを期待されてたのかな。いやもう俺としてはこれにするっての決めちゃってたんだけど、なんかこう ふざける感じで作る風に伝わっちゃってたのかな。ごめん、真面目に作ったよ。あのちさんは好きな女優さんは誰ですか？僕は森七菜ちゃんです。はい、最近ね、あ、この顔好きだなと思ったのが二階堂ゆりさん。マノッチ、リンスインシャンプー使ってそう。使わない。俺ね、あの意外と髪の毛結構気使う。あのもうハゲかかってっから。僕は大学卒業決まりました。マノッチお祝いしてください。おめでとう。リチャードスタメンないのかな。スタメン使いたいですね。なんかこう言ってもちょっとブルーロックの中でも特別な選手じゃない、まあ、俺のミスだけどさ、あの他チームに育ててもらったという点で言えば結構特別なところがあって。 DH あたり行きますか今日。次の企画ねまだ決まってないね。なんかざっくりとはある、なんかその選手一人を動かす感じでやりたいなとは思ってる。それもポジションも決まってないし選手も決まってなければパワープロかプロスピかも何も決まってないですね。プロスピ2021スイッチ、多分応援歌入れることができないと思うから嫌だな。このスイッチってさ、外部から画像を持ってくることできないのかな。できるのであれば理論上は突っ込めるよね、応援曲は。ただゲーム内に画像読み込みのシステムが入ってなければ、その仕様がなければもうどうしようもないけども、僕が作った詩です。友達ってなんだろう、親友ってなんだろう、片方が思っても片方が思ってない、そんなこともありえるだろう、両方思っていないと友達と言えないだろうか、親友と言えないだろうか、友達ってなんだろう、親友ってなんだろう。マノッチ、この詩についてのコメントと採点よろしくお願いします。急にハードなことをふっかけられたね。俺なぜ俺がと思ってしまったよ。まずな、うん、コメント採点はちょっと難しいな。俺が何をするでもないからな。コメントか、なんか友達と喧嘩でもしたのかいっていう印象を受けたかな。佐藤選手、トシ君かな、なぜ外野はあんまりなんですか。イメージ、いやこのコメント見て思ったのは、別に外野やらしても全然いい能力じゃない。なんだろうね、イメージがなんかあんま湧かないんだよね。走力あるし肩あるし、まあ、あとレーザービームあるし、まあちょっと守備力はね寂しいですけども、外野として全然いけるよね。ね、いけるね。なんもう本当イメージだけでね、もう俺が決めつけてやっちゃってるってだけなんだけど。というかさ、この国際大会、この投手一軍登録とか野手一軍登録とかさ、まあ、そこら辺点灯しててほしいよね。なんかすごいやりにくいんだわ。よし、じゃあ行きますか。キューバ戦頑張りますか。ほいほい、松井裕樹選手で行きましょう。ここかな。はい、リチャード君 DH 行きますか。岩見選手ちょっとね絶好調ですけども、あまり率も残せてないし変えちゃいましょう。こんな感じでいきますか。うん、こんな感じかな。まあ代打枠2人
いるし、うん、こんな感じでいきます。まあほぼほぼ俺がペナント中にやってる、オーダーですね。はい、これでいきます。知ってる人いるかい。パッと見はわからんな。はい、よし、頑張りましょう。強そうだね。なんとか勝ちたいね。もし負けでもしたら2連敗ですからね。さあ、各カードここまで熾烈な戦いが繰り広げられています。日本対キューバ、インターナショナルベースボール。まあまあまあ、ユニフォームも変わったしな。第2戦の模様をお送りいたします。日本の先発は左の松井、マウンドに上がります。今日はどんな打球。まずは1回の表、先頭バッターは牧野。まあまあまあ、松井裕樹選手がスロースターター持ちなんでね、ちょっと見ときますか。一応1回2回ですね。そこをなんとか乗り切れれば。向こうもスロースターター持ちじゃない。いや、先手打ちたいね。なんとか先手打ちたいね、これはね。あれ、あ、プロ年数あるないもんね。オリジナル選、オリジナル選手というかないもんね。うん、知ってる子がいるのはいいね。なんだろうな、みんな球速くないかい。もうなんかちょっとホッとするもんな。147キロ。あ、モタくんだ。まあ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 、まあ、ごめん、ちょっともうクイックは、D ね。はい、足速え。あ、けどあれだね、1番2番が左苦手っていうのはまあいいですね。まあ偶然だけどね。なんか8割バッターいるんだけど8割バッターいるんだけど、おそらくこれ普通に試合出続けた結果での8割でしょう。すごいね。なんだよこの能力。DH か、やらしいな。守備力低い狙いとかだと思ったけどな。うわー、キューバっぽい。なんかめっちゃ強肩のショートうわー、キャッチャー硬いね。ちょっと走り、いやー、まあチャンスがあればね、ちょっとチャレンジはしたいですけどもね、走るのは。いやー、これは強いわこれは強い、うん、よし、行こう、頑張りましょう。第3球をプレイボール。もうとりあえず1回2回ですな。もう そこさえ乗り切れれば、まあまああとは大丈夫でしょうと思いたい。村上掴んだ、一塁へ。とよし、いいよ。内野ゴロすら怖えもんな、足速いからな。投げました。オッケー、いいよ。8割バッター殺しだ。松井今日左のビジャレアル。1回の裏、これから日本の攻撃に入ります。トップバッターは浅間。頑張れ。投げました、打ちました。まあ向こうもね、一発持ちではあるから、うまいとこ、うまいことね、ちょっとそこをハマりさせすればホームランも出るでしょう。投げました、外角高め、空振り三振。関根、栄養にやられてしまいました。第3球を打っていいよ、マタム君。投げました、打ちました。内野ゴロ、ビジャレアルボールを掴んだ、アウト。じゃない、ビジャレアル。なんだろうね、まあ、攻撃力あるのはいいんだよ。まあもうしゃあないと思うんだけど、せめて守備下手であるやと思って思えてくるな。いや、いや恐ろしいな本当に。いつどっからホームラン飛んでくるか分かんないもんな。投げた、147キロ直球、空振り三振。バッターは指名打者タバレス。投げた、アウトコース。いいね、最後は伸びのあるストレート。素晴らしいよ、ガンガン三振取るじゃない。攻撃に入ります。この回のトップバッターは出よう、村上くん。151キロ直球、空振り三振。バッターは投手戦の匂いがしますな。投げた、打った、レフト方向へ持っていきましたが、取りました。いや、今のはホームランでもいいんじゃないかい。だいぶ飛んだよ、遠くまで。佐藤、さあ4球目、頑張れ。しゃあない。いや、なんか意外とあれだな。
力でゴリ押ししてる感じはしないな、向こうな。これからキューバの攻撃に入ります。トップバッター変化球でかわしてきてるというか。打ちました、急げ。吉田取った、一塁送球、オーケー、いい、うまい、うまい。バッターは8番、ビント、はい、第9投げました、打ちました、初球、まあ、しゃあないな、しゃあない、 いつかどっかヒット出るから、しょうがない。いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。このモンテス君の能力が可愛く見えてくるもんな。第3球を投げました、豪快に引っ張った、いや、一発いくか、使うか。モンテス、ナイスバッティングです。行こう、行きましょう。さあ、ここで監督は勝負に出てこい。第5球投げました、これは引っ掛けた、当たり、そこで頼む、ゲッツ、足早いぞ、フォースアウト、うわっしゃー、なんだよそれ。最初のバッターボックスは盗塁されたらしゃあないでしょ。一塁ランナー自動的にスタート、打った、うわ、危ない、いやー、1点か。3回の裏、一発使って点取られちゃったからね。この回の先頭バッターは吉田、投げました、初球を打ちました、いい、小技効かしていこう、送りバント行こう。同点のランナーが出ました。初球から送ってきました。ボールはキャッチャーの前、ボールを取る、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。さあ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 、投球これから2球目、いいね、無理か、取れないよ、取れない、取れない、オッケー、帰ってこい、ボールは、いや、日本素敵素敵素敵、宗くんいいよ、ワンアウトランナー2塁という、逆転しよう。第1打席、高めボール球打った、一塁へ送る、アウト、これで次これ向こうのピッチャーもう一回見て、なんかすげえ青徳ついてない、ピンチ A まで持ってたか、ピンチ A って何、はい、チートだろピンチ A はチートだよ、そりゃずるいわ。まあとりあえず同点な、オッケー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 、いい感じいい感じ。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターはガルシア、第1打席はスイングアウト、7割バッターになっちゃったじゃないか、打ちました、オーケー、これで6割バッターだな、きっとな。バッターは4番、これ今日の第1打席はスイングアウト、とりあえず踏ん張ってほしいね、ここは失点したくないね、絶対ね。取れたらでかい、いやー、しゃない、ボールは中継、これはナイスバッティングです。さあ、ワンアウト、右のバッターボックスは5番リバス、第1打席はスイングアウトの打った、ライトへの、あ、取れるわ、大丈夫、いや、めっちゃ怖えわ、キューバ、に戻ります、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。内角、投球はこれから3球目、オッケー、すっげえ怖えわ、いいよ、ナピチョ、日本このさあ、又野君抜いてよ、トップバッターは又野、最初のバッター、しょうがない。さあ、村上君ホームランと。投げた。マシンで捉えた。惜しい。一塁送球。カステヤノス。バットに当たればそれでいい。さあ、リチャード君ホームランと。第一打席はレフトフライに倒れています。投げた。打った、流し打ち。アルバラ。惜しいね。スリーアウトチェンジ。もうパワーなら負けてませんからね、リチャード君もね。5回の表、これからキューバの攻撃に入ります。もう5回か。アルバラード。最初のバッターボックスはショートゴロに、内角、なんでしょうね、こう やってる俺の感覚としては、まあ同点だけども、なんかこう気持ちの上で勝ててないというか、負けてる感覚があるんだよね、こう見てる側の印象としてはどうなんでしょうね、なんかこうね、何がってわけじゃないけど、なんかすごい今自分が不利な感じがしてんの、やってて。三振とセカンドゴロ、引っ掛けた、フラフラッと上がった、ピッチャー落下点に入りました、掴んでこれでスリーアウトになります。一塁ラン、5回の裏、これから2塁ラン、さあ歩いてよ、トップバッターは佐藤、今日の第一打席はスイング、うまい、モンテス、余裕があります、ファールグラウンド、ボールを掴みました、これでワンアウト。さっき宗くんはよく打ってくれたねねえ、本当にさ、よく打ってくれたわ、打ちました、取りました、これで2アウト、ランナー、あとはもう動くタイミングだな、こう分かりやすくね、こう今ここで動くぞみたいなしてくれればいいんですけども、あんま悩みながら動きたくはないよ、
なんかそういう時ってあんまうまくいくイメージがないし。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターはカステヤノス。頑張れ、なんとか抑えて打ちました。 OK、 いいよ。吉田掴んだ、一塁送球アウト。いやマジ内野ゴロが怖えわ。ありません。右バッターボックスは3番ガルシア。これ抑えれば、いや5割バッターまでいかないかな。初球引っ張った。6割前半ぐらいで止まりそうだな。佐藤うまくさばいています。ガルシアいい当たりでしたがサードゴロに終わっています。まあまあいい感じですね。ランナーありません。投げました、打ちました、引っ掛けた。いや連れてきてよかった松井裕樹選手。多分ブルーロックチームの投手だったらもうやられたんじゃないかなって気はするよね。先頭バッターは9番ムネ。投げました、いきなりセーフティーバント。そらきついな。掴んだ、ボールはファーストへ。惜しい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 。さあリバッターはトップに帰って浅間、今日はセカンドフライとサードゴロ、空振り三振。最後は153。いやっていうかあのビジャレアル君のスタミナもえぐいしな。ピッチャーライナー初球から打ってった。取ってこれでスリーアウトチェンジ。7回かい。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターはリバス。今日は三振とライトフライ。投げました151キロ。いやもうここら辺からの失点はねもう多分もう取り返しつかないと思う。絶対失点できないわ。投げました、低めボール球打った。多分先点取った方が勝っちゃうでしょこのまんま。右バッターボックスは7番アルバラード。今日は何とか先点取りましょうよ。投げました、高め。 OK いいね、本当に助かる。最後は伸びのあるストレート。松井最後は空振り三振。あの後ろ姿がかっこいいもんな。7回の裏日本ラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターはバタロ。今日はピッチャーゴロと、はい、さあここで勝負。これはラッキーじゃないかな。次は5球目打った。あ面白いかもよ。リバスボールを掴んだ、一塁送球、一塁。惜しいね、まあ、バタロ君ねそんな足速くないかな。左バッターボックスは村上。今日は三振。追いててセカンドゴロ。投げた、高めボール球打った。これは内野ゴロ、一塁送球アウト。いやなんかちょっとリチャード君期待しちゃうな。バッターは DH のリチャード。いけんでねえかな。フライとファーストフライ。優しいもん。どんまい。取りました。これで3アウト。日本8回の表これからキューバの攻撃に入ります。なんとも動きにくい試合ですな。もう絶対ピッチャーで変えれないもん。いいね、三振いくつ取ってんのってくらい取ってる気がするわ。第3球を投げた。いや本当にすごい。空振り三振。打順は1番に帰って、これは日本のエースだ。投げた、あっと打ちました。いやよかった、ファーボールやだね。やだったもんね、やだったもんね。松井この8回の裏これから日本の攻撃に入ります。ちょっと待ってよ、守備に関しては松本くんいるから無理やりな代打は全然いけるんだよね。ここでなんか動いちゃうかな。動いちゃいますかな。はい、ピンチヒッターは今何でもいい、塁にさえ出てくれれば。指示はハマってる。熱いんじゃない。あ取られるかな。しょうがないね、しょうがない。バッターは7番吉田。さあ4球目打ちました。いやー日本のキャプテン無理か。サード落下点に入りました。サードグラウンドで取りました。まあまあまあ9回裏にかけるしかないのかな。今まだ分かんないけどもさ。第4球を投げました、高めいっぱい。しゃないね、日本本当に厄介だなビジャレアル君な。うん、いや変えとこう、変えとこう。はい、あ待てよ、あさま、変える、うん、これでいくわ。さあここは守備。さあいよいよ最終回、この回の先頭バッターはカステヤノス。失点なりは許されないよマジで。初球 OK、すごい三振の数だと思うよ。これが4度目のバッターボックス。投げました、外、空振り三振。このイニングでラストかな、ラストだね。延長あるでしょ、あるよね。いや本当にすごいわ。
リプレイをご覧ください。松井連続三振で切り抜けています。ビジャレアル降板、でかい、変わってくれたなって助かるかもしんないよ。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは宗、日本ここはなんとか塁に出たいところ。うん、多分ビジャレアル君よりはいい気がする。まず塁に出ることだな。一発で出るか、なんとかチャンス作っての一発か、チャンス作っての一発かな。だな、負けてるんだったらもう先に一発いくけども、なんとかチャンス作ってもらいましょう。宗君、第4球を投げました。低めボール球打った。うわー、守備うめえやべえぐらい守備うめえし。これでワンアウト、ランナーはありません。第2球投げました。高めボール球打った。レフトフライ、距離は出ていません。しゃない掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番、塁出れたらでかいよ。球投げました、打ちました。いいね、落ちる。オッケー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 。関根ナイスバッティングです。今日左、無理か、走れんか、走れんかや、走れないかな。ここでダイソー出すっつうのはな、まあ、悪くはないと思うけども、多分関根選手じゃきついと思うんだよね。行くなら岡ひろみ選手かな。野間くん欲しい野間くん欲しいな今な。いや迷うなら行かない、やめる。うん、打ってもらいましょう。第5球投げた、外角見逃し三振。うん、9回まで試合はこれから延長に入ります。さすがに変えよう。トップバッターはリバス。お疲れさん。松井降板、よし。第3球を投げた、外のボール球だった。またバックしていった、取りました。いいよ、頑張ろう。ワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者タバレ。勝ちてー流し打ち、どうだ。マジ勝ちてー。ボールを掴んでアウト、ツーアウト。ほい、第6球は打ちました。いいね、また取った。セカンドから、どうしよっか。村上くん一発いく、ホームラン出たら寒いか。アリシア降板、マウンドに上がったのは延長10回の裏、うん、知ってる、君はチートじゃない。先頭バッターは村上、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、打ちました。打球は抜ける、抜け、あ、ショートから一塁、間に合う。オッケー、よかしてよかしてよかした。先ほどのプレー、バッターは DH のリチャード。行くか、ダイソー。待て、もう出してしまったけども、送るか。いやー参ったな。トシ君ぐらいかな、こう、あ、斉藤選手か、な、エゴシ君バントはなんかできなさそうなんだよな。日本大戦、行くさ今行くさ、ここさ。第9岡走った、投球ストライク、ボール、オッケー、完璧、完璧すぎる。ワンストライクか、よし、 まずこのまま行こう、集中あるべ。オッケー、さよなら勝ちするぞ。この対戦に挑みます。流しかな、いやフルスイングかな。さあ次の投球、打ちました、掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。待って、バッティングあまりにも頼りない。守備は後で考える。ランナー一人を置いて迎えるバッターは佐藤。頼むぞトシ君、頼むぞ、頼むぞ。監督は勝負に出ました。行ってこい。第2球抜けろ、オッケー。
やりましたよ。昇竜拳サム法、サム法でいいですか、侍法の方が良かったかな。やったよ。ちょっと松井裕樹選手の三振の数が気になりますね。すっげえ取ってたよね。いや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 、よくやったマジで。ここの勝利はでかいでしょ。14か、いいですな。いやー、やったよ。明日がアメリカですね。はい。ちょっと順位表というか見ましょうか。今2位ですね。めっちゃ点取ってんね、みんなね。カナダにしろアメリカにしろ、アメリカにとっても33点も取ってんだ。もう韓国は無理だね。落ちたね、完璧に終わったね。なるほど。はい。あ、そう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 、2020年のも見せてくれっていうコメントいただいてまして、見ますか。見づら。予選でいいのか。あれかな、ちょっとルールが違うのかな。だね、オリンピックとインターナショナルベースボールカップでちょっとルールが違ってんだ。だグループ A とかないもんね、今ないもんね。この6カ国で争ってるだけだもんね。いやー、まあ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 、けど良かったですね。勝ててよかった、よかった。はい。じゃあ、終わりましょう。明日はアメリカ戦。終わり。バイバイ。